さあ始まりましたジョックロックプレス。ジョックロックの福本優勝です。裕次郎です。音楽音楽、はい、ミュージックでか音楽、はい、音楽について語っていきますか、はい、今日は僕らの音楽の趣向などの話は YouTube ではしてないかもしれません。あんまり確かにもうどこでもあんましてないかも。はい、音楽ね、うん、なんか影響を受けたんですか音楽とかに。まあ音楽ね、まあその学生時代とか結構聞いてましたね。でも最近はもうめっきり聞かなくなりましたけど、はい、音楽自体を一番最初に音楽に、はい、まあ、ハマった、うん、アーティストに、うん、まあ、その CD とか全部聞いてみたいな、うん、はサザンですね。もう世代ちゃうねやっぱり。いやでも、うん、俺も世代ではなかったからな。あ、そうか、まあ、サザンは世代が長すぎる。確かにそうか。だから結構各世代に俺みたいな人はいっぱいおると思う、うん、なるほどね、うん、そうやから一番最初に買った CD とかベタに買ったんは借りたでもいいっすよ。ああ、借りたはでもほんま、まあ、いっぱいやけど、うん、まあそれこそでも津波とか、津波じゃないかな、夜空の向こうかな。あ、スマップ。うん。夜空の向こうとかをなんか蔦屋に初めてレンタルして、うん、その CD でモンスターファームでモンスターを生み出した記憶がある。何モンスターファームって。うわ。出た世代が。はい。いや、わかんない人の方が多いですよ。いや、そんなことはない。有名やから。モンスターファーム。あ、モンスターファーム自体知らん。知らん。ああ、まあまあまあ。大分だそんなこともあるか。え、バカにした今。ギリギリどっちとも取れへん言い方したけど、うん、モンスターファームっていうのは、はい、プレステで発売されたゲームで、うん、その、まあ、モンスター、まあ、ポケモンとかが流行った流れでできたやつやねんけど、うん、まあ、プレステやんか、うん、でボタンを押したらパカって開くね、うん、プレステ1って、うん、でそのモンスターの召喚みたいなのあんねやんか、うん、で召喚場みたいなとこ行って召喚してくださいみたいに言われたらそこで開けんねん、蓋を、ゲーム中やで、で開けるとゲームの CD 入ってるやんか、うん、それを取り出して、CD を入れんねん、なんでも、うん、じゃあその CD にその CD に応じたモンスターが生まれんねん、うん、すごすぎん、バリおもろない、その時代にすごすぎん、そう、その大ブームやから、その何が出てくるかその CD で決まってんねん、楽しみすぎる、そう、やからめっちゃ強いモンスターが出るって分かった CD とかはめっちゃ売れたりしてる。うわめっちゃそれなんか ABEX さんとかが関与してないとおかしい。そいや、してない、してないん。いや、それなんか多分なんかあるんやろな、その電磁気のなんかコードの、まあ、QR コードみたいなことやろ多分、まあ、それで言ったらそのデジモンのバーコード読み取ってそう、それこそ昔バーコードバトラーっていうやつがあってーバーコードをピッてやったそれのなんか強い武器とか出てくるみたいな、それの流れを組んだモンスターファーム。へぇ、CD であった。マジ革命、めっちゃ流行った。すげぇな。そう。いろんな CD 欲しなりますね。いや、せやで。だから、激安 CD ショップとかめっちゃ流行った。いや、そうそうそう。そんなことはいいんですよ。はい。いやー、ちょっと興味ありましたけど。でも確かにもう革命やったかな、あの時。はいはい、で、まあ、サザン。サザンね。で、まあ、サザンに結構、まあ、その時は、うん、でもほんまにハマったのは、でも中学。とかの最後の方とかで、うん、で高校とかでも結構どっぷりハマってサザンに、うん、でもサザン当時なんかコンプリートボックスみたいな、はい、なんか愛しのエリちゃん勝手にシンドバッド、うん、デビュー曲からどこまでやったのボーボーナンバーファイブとかだな、うん、なんかその2006年ぐらいデビューからまでのシングル CD を全部ボックスにして、そんなでっかくなる、そう、こんなこれぐらいだから50何枚あるから、はい、でもそれは単品でも売ってて、うん、当時のジャケット、あと最初はレコードとかそれ CD のジャケットに落とし込んで1枚500円みたいな、うん、で CD シングル買えますよみたいな歌詞カードも当時のやつ入っててみたいな、うん、面白い企画で3万5000円ぐらいで全部の特別な箱に入った、おでなんかそのビーチバッグみたいなのももらえますみたいなやつとかをお年玉で買ったりしてた。それぐらいめっちゃ好きやった。3万5000円で
いや、そう全部聞いたんですか、これ。全部は聞いてないな。全部知ってるもん。あ、そっか、うん、そういうアルバムとかに入ってるし、そういうのをまあ持つっていうことが大事になってくるんですか。でもまあ何個かアルバムに1回も入ってない曲とかあったから、それとかはまあ聞いたりしてたけど。まあ最初はそれぐらいかな。お前は最初、僕が一番最初にアーティストというかハマった、ハマった、まあ買った CD でもいいけど、買った借りたで言ったら、うん、まあお兄ちゃんがなんか小学校5年ぐらいかな、うん、だから僕は3個下なんで、うん、2年ぐらい3年とか、うん、の時に初めてついてって、お兄ちゃんがその CD を借りてきて、ゲオかなんかで、うん、桜書店か、桜書店で借りて、なんか CD 借りて、うん、MD に入れる、はいはいはい、ハマってたんですよ。もうみんなやってた、それは。そう。で、車の中で聴くみたいな。うん、で、僕もなんか、一緒に行った時に、うん、なんか好きなの借りたらって言われた時に、うん、その店内で流れてたのが、お福山雅治のミルクティーやったんですよ。雅治さんな、雅治さんの、もう、あ、こう、増えすぎてね。増えすぎて。ミルクティーどんな曲やったっけ。どんなやったっけな。あの人の曲って聞いたら絶対わかんないけど、そう、タイトルから意外と導かれへんから、はい、ミルクティーどんなやったっけな。いや、まあ要は最初のやつやろ。めっちゃこれいいなと思ってたんですよ、かかってんのが、これがいいっつったら子供やな。お兄ちゃん僕これがいい、そうで、これやなってなって、それ探すの結構大変やったやろ。いやでも福山雅治さんや、声わかりやすいから。ああ、ランに行って、棚、はい、に行って。でも、多分、めっちゃ最新のやつから。ランキングの上位にあったから、ね、まあ、それはそうか。これやろうなって言って、これ借りて。それすごい覚えてて。うん、で、これ、すごい好きな曲ですね、今でも見る。いや、覚えてへんやん。まあ、パッと。残念。いや、出るやろ、さすがに。どんなやつ。やば、こいつ。まあまあ、ええわ。そっから言わん方が良かったね。兄ちゃんがめっちゃ MD 作って、いやまあな、ファンモンとか、うん、グリーンとか、はいはい、世代やな、まあ、スキマスイッチ、小袋だったり、彩香だったり、西野カナだったり。兄ちゃん何個やったっけ。3個。ああ、まあまあな、3、4個。うん、3、4個。嘘やろ。学年で俺が高1の時第1やから、1、2、3、3個やな、ね、どんな兄弟やね。はい、で、僕はそういうのも全部聞いてましたし、車の中、うん、サッカーで移動が多いですから、はいはいはい、めっちゃ聞いて覚えてて、うん、で、僕も中学に入って、うん、こう、MD を作り出すわけです。自分でな。はい。あ、僕の時はもう CD になっちゃいました。ああ、その、CD から CD に。そうそうそう。CD に ?CD に焼くっていう。それは別に世代じゃなくね。お前が勝手にやったんでしょ。あ、多分そう。車の、うん、あの、ナビが変わって MD 入らなくなって CD しか、うん、あ、それも時代から MD がなくなったってことか。そうで、だからまあよう聞いてたんは、まあグリーンになってくるか。なんで例えて出してんじゃん。あと湘南の風とか、やっぱりあ世代し、中学でハマるっていうか、まあまあね、ちょうどそう流行ってたし、E.T. キングとか、あ、そっち系やったんや。結構好きでしたね。でも、まあ、若者で AK69 ちょっと流行ってたんですよ。何でしたっけそれ。もうあのサングラスかけたラッパーみたいな、うん、なんか文字面では見たことあるな。でヤンキーみたいなコラはめっちゃハマるんすよ、うん、AK に。俺らの時にファイヤーボールが流行ってたみたいなことか。あ、ちょっとわかんないレゲエ で、うん、僕は全然ヤンキーじゃなかったんですけど、まあ、うん、そみんなが AK AK 言うからどんなもんか聞いたらやっぱこうなんかいいんです、気持ちいいんですよ。俺らの時で言うキングギドラみたいなことか。まあまあちょっとわかんないですけど。わかる。だから聞いたりはしてましたね。うん、で、もうほんま全般です。J-POP、オレンジレンジとか、アクアダイモンズとか、ポルノグラフィティとかも全部、流行ってる曲全部。じゃあもうなんかあんまりその狂わされたみたいなアーティストおらんねや。うん、もうそれのことばっかり考えるみたいなのはないんや。別にないです。だからこの何年代に流行って、2010年代ぐらいのイントロドンとかめっちゃ強いです、うん、僕。まあ確かにな、それこそ裕次郎家行った時に大分、うん、
U 字ローカーで大分をみんなで巡ったけど、うんうん、ライ麦と。そうそうそう。で、俺が後ろ座ってたんだっけな。で、なんか、はい、お前が運転してて、うん、夏美が助手席みたいな。はい、で、その、ダッシュボード開けたら CD が山ほど入ってて、そう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 、俺、懐かしいなとかってかけて、うん、イントロドンみたいな、うん、まあ、4人でしててんけど、うん、俺一問も答えられへんかったな。まあ世代が違いすぎた。ほんまに一回も聴いたことない曲をみんなノリノリで歌ってたから、うん、あれはジェネレーションギャップ初めて感じたかもしれない。で、東方神起が2人になった時に出した BST やったかな、なんかな、 BUT かを夏美と永遠に歌うっていう。俺もなんかこびりついてもうたわ、はい、もう忘れたけど、 BUT パリソナシのトン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 みたいな、そればっかりやっとったから。おもろい曲があるんすよ。おもろいって言うなよあれ永遠歌ってたっていうのがありますけど、だから K-POP とかもちょこちょこ少女時代から、あー、なるほどね、確かに入っとったな。だから流行った曲は全部抑えてはいたんですけどぐらいっすね。大学とか入ってやっぱこう何かに熱中してる人いいなとか思って、うん、一時期誰かにハマろうとしたんやけどハマられへんかって、うん、やっぱ熱中するのってむずいっすねあ、好きになりたいけどなられへんみたいな、あります。そう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 、ずっとこの人、うん、年収もいいけどこの人好きになったら幸せになれるけど、うん、なられへんみたいなことかかな、うん、俺はでもそれこそあるな、やっぱ、え、あ、めっちゃくちゃベタやけど、うん、やっぱ銀杏ボーイズ、あー、銀杏ボーイズは俺ら世代。いや、ベタベタ。銀杏ボーイズはやっぱもう結構競争的な感じやから、うん、もう陰キャラの青春、うん、でもなんか虐げられてるやつらの叫びみたいなんで、うん、もうかなり感情移入して、うん、ほんまあの2枚組、何やったっけ、僕ら的第三次世界大戦みたいな、何やったっけ、これ忘れたけどパッと出ないんすよ。あの江口久志の女の子のこうやってるめちゃくちゃいいジャケットと、ドアっていうアルバム2枚、うん、でそっからもう 7,8 年新譜出えへんかったんやけど、うん、その2枚はもうマジでめちゃくちゃ聴いた、そればっかり聴いてたな。はあ、そういう、まあ俺らの時高校生そのやつ多分めっちゃ多かったと思うで、銀杏ボーイズはまさにそういうアーティストやから。でも自分の、うん、あの時思い出したいなって時に聴く曲ってあります？青春を思い出す曲。俺に思い出したい青春なんかないからな。悲しすぎるやろさすがに。嫌な思い出しかないからな、正直。10代、20代は。あの中学の甘酸っぱい失恋の時を思い出そうと思ったら、うん、E.T. キングの君を思う花とかね。あれすごく。もう情景が思い浮かぶみたいな。なんかどの曲聴いても嫌なこと思い出したよな、銀杏ボーイズとかもそう、銀杏ボーイズの時はでもまだ良かったけど、うん、でも大学入って、まあ、大学に友達一人もおらんとか、はい、いう時にハマったんが新生かまってちゃうね。あ、そう、銀杏ボーイズはまだそのなんかモテへんやつらの歌やね、うん、言うたら、はいはい、童貞とか、童貞とか、ね、女なんてとかみたいな感じなんだけど、はい、新生かまってちゃんはもう引きこもりみたいな、うん、友達一人もおれへんやみたいなやつらへの、うーん、応援歌でもないねんな。なんかもう本人がそうやから共感させてくれるというか、そう、安心させてくれるみたいな。安心もあんのかな。なんかこんな感覚のやつが他にもおるんやみたいなところはあるかもしれない。で、なんかその生配信とかの結構走り的な人や、うん、その、ノコっていう歌手の人、もともと迷惑系 YouTuber みたいなのをしてて、あ、そうなんや。これなんか、工事現場のヘルメットみたいな、かぶって、ここに神って書いて、交番に突入していくみたいな。で、それを生配信。それが YouTube とかじゃないから、なんかピアキャスト、Ustream か、その当時あった配信のやつで載せて、で、そこで、なんかバズって、あいつなんやねんみたいな。で、2ちゃんに曲を発表してて、これ新曲ですみたいな、やったそこが結構有名になってたから、で、聞いたら、え、いいじゃんみたいな。あ、そうなん、あいつ、こんな才能あるのかよみたいな。うん、ほんまにもうなんか、
一見してまともな人じゃないねんもう、はい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 、家でずっと引きこもっててみたいな。で俺も最初そっちで知って、その交番とか突入するおもろいやつおるでみたいなのを知り合いの人に聞いて、いや俺あんまそんな好きじゃないですけどねみたいな言って見て、うわ変なやつやなと思って、でこいつがなんか曲作ってるみたいな、こいつが作る曲ってどんなんやねんと思って聞いたらめちゃくちゃ良かったよ。こんななんかみたいな感じやもん、はいはい、やのにこんな歌詞書けんねやみたいなめっちゃ繊細やねん歌詞、しかもやっぱめっちゃあるあるとかも入ってんだよな、ちゃんといいギャップっすね。そうだからそれでめちゃくちゃハマって、うん、大学の時はめちゃくちゃ聴いてたな。あ今もですか。今もまあたまに聴くかな。やっぱでもずっと継続熱中ってやっぱすごいっすよ。確かにな、そのずっとっていうかまあ音楽自体も確かに音楽がかなりもうラジオにとって変わられてるからね。ああそうなってくるか。うん、僕はやっぱその瞬間熱中はあるんすよ。うん、ただ大学ぐらい入ったら、うん、宮本浩次とか、うん、宇多田ヒカルとか、はいはいはい、あとまあそうですね K-POP、 それこそブラックピンクとか、うん、なんかハマったりする時期あるんですけど、うん、で昨日俺ちょっとマジびっくりして正直。いやからお前音楽って言い出したんか。はいそうそうそうその話したかった。そう昨日俺知らんかったってなって、おあのもう皆さんも絶対知ってるんですよ。あなるほど、ね、その凄みにで何を今更言ってんねんってなるんですけど、まあまああるんじゃないですかそういうことも。あのキングヌーって知ってますマジキングヌーってあんなすごかったん。いやさすがにキングヌーは聞いたことあったよ。いやあるんすよ、それはもちろん街中かかってくるからあるんですよ。で顔もまあちょっと知ってるぐらい僕正直。あまあまあ。これライブとかその実際に演奏してるとこ見たことなくここまで来たんですよ。一回もなく。うん。M ステとかもちょうど見てない。うん。で、まあ、井口さんは、うん。顔は知っててなんかこう面白いみたいな。結構番組出てるし。そう、結構好かれてる感じなんやろなと。うん。面白いんやろなとラジオもしてたし、うん、してて、で、つねったさんはかっこいいっていう噂をちょっと聞いてまあな、めっちゃ賢くて。そう、賢いも知らんかったんですよ。あかっこいいだけ。あそういえばどんな感じなんやろなと思って昨日 YouTube で見たらすごい思い立ちやな。えげつないかっこよかったああ、ええやろ。天才バンドや。あ全員。あまあ、やばと思って、俺これ知らんかったわ。ええやん、見に行ったら。めっちゃ好きになりましたね、昨日で。そういうやっぱ、うん、メジャー系のアーティストのライブ俺行ったことないで。ああ、俺、ああ、でも3代目とかありますけど。そう、一回行ってみたいねよな、なんか、うん。いや、絶対いいと思いますよ、あれ。エゴラッピンとか行ってみたけどな。何それ。クチバシンチェリーとか知らんか。ちょっと知らないんですけど。うん、なんかね、俺、最後にハマったのはあれかもな。米津玄師。ああ。米津玄師は、ね、やっぱ俺もニコ中やったから、ニコニコの動画で知ってて、うん、で、そのなんか、ボカロ P、はい、でめっちゃ有名なハチっていう人が、なんか曲、顔出して自分で歌うらしいぞみたいな。え、自分で歌うみたいな。うん。で、聞いたらもう、めちゃくちゃ良くて。もともとボカロ。そうそうそう。そうか。で最初のアルバムじゃないか、何枚目や、2枚目とかの、うん、ヤンキーっていうアルバムがあんねんけど、はい、いやあれはもうめちゃくちゃ聴いたな、ヤンキー。今のもうええねんけど、はい、昔もさそっちは結構そのニコニコ寄りというかポッめっちゃポップというか、うん、変なポップやねん、うん、あんま大衆寄りというかちょっとオタク向けみたいな、なんかふわりとかも変やしめっちゃ変な転調するしみたいな、あんまそんなちゃんとしたバラードとかで押してる感じでもないみたいな、うん、多分レモン以降そうだったんやろうけど、うん、あれとか、まあ、今のやつもめっちゃ好きやけどなとかかな。なるほど。いや行ってみたいキングヌー。うん、僕その正直その音楽の、うん、なんやろその音のかっこよさとか別にあんまりその分かってなかったというかその分かる
何がみたいな、その全部すごいやんっていうか、うん、そのあんま差はないんちゃうと思ってたんですけど、うん、なんか昨日キングヌーのライブ見て、うん、なんかこれずっと聴けるなと、うん、見てられるなと。それこそな、町浦ピンクさんじゃないけど、うん、生で見たらな、えげつないんでしょ、ね、すごいんやろ。それでめっちゃハマって追いかけるんちゃう。いや多分そうなんでしょうね。一回見たら全然違うんやろな。あの一途っていう曲があるんですよ、呪術廻戦の映画の。それ大丈夫？覚えてる？これはもう昨日ミルクティーみたいなことになれへん。これは昨日聞いたんで。ああ、それは常田くんが、くん常田さんどういう心境なそれ歌い出すんですよ。ああ、まあ歌う時もあるような。でギターかかっぴきで、かっぴきながらそのギターめっちゃむずそうなんですよあ、むずそうな。ながらも歌う、うん、そこに井口さん、うん、うまいこと入ってる全然キャラちゃうんですよ。いやね、こいつここ全然キャラちゃうのに共存する感じ。うまいことええ感じにしたる。そう、うん、歌うますぎ。その一個も外さへん、やっぱ、うん、ここで来てほしい音程で全部来てくれる、うん、一発一発。あれむずいよ普通に考えていや、そうやろう。音外さんって天才よ。まあまあ、せやな。ライブでな、やっぱアーティストとかでも外すからな、はい、みんな。いや、あれすごいわ、ちょっとキングヌー。うん、まあ、注目していきます。まあ、クルリとかアジカンとか。ああ、そこら辺通ってないですよね。俺ら世代はそれやった、そのお前らで言う湘南の風とかが、はいはい、ロキノン全盛期やったから。はい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 、はい。まあ、そんなとこか。フェスとかな、一回行ってみたい。まあ行ってみたくないか。暑すぎるな。夏。夏フェスはもう今年とかもう夏終わってもないけど全然、うん。もう全く行きたくないと思っちゃったな。外でなんか長時間とか降りたくないな。うん、室内で聞きたいな。でもなん、ちっちゃいライブハウスとかでキングヌーとか聞いたらえげつなそう。それはもう一生叶えへん夢よ。もうちっちゃいライブハウスでせえへんすね。絶対にしない。いや、ちょっと見たいな。それこそ知り合いのバンドの人のやつとか行ったりしたことあるけど、はい、めっちゃええからな、やっぱ。あ、確かにバンド行ったことありますけど、結局いいっすね、生は。結局生に限るところはあるかもな。あとサカナクションとかもちょっとハマったりもしました。サカナクションね、確かに気持ちいい。あと、まあ、サチモスとか。あ、はいはいはい、やっぱあれステイチューンで衝撃を受けたからな、やっぱり、はいはいはい、かっこよすぎるやろと思って。うん、あるなぁ、いっぱい言いたいなぁ。あとちょっともう上げるだけの時間がこれもちょっとハマったんで、逆にちょっと流行り終わってくらいに AKB の曲とか結構、うん、あ、逆に流行り片っ端からなんか結局いいんすよね。やっぱフォーチュンクッキーとかめっちゃいいし、うん、あのエブリデイカチューシャ、はいはいはい、好き好き好きとかの PV、はいはいはい、がなんかあの、あっちゃんが立ちこぎしてるやつってやったっけ。立ちこぎしてたか覚えてる。新機能みたいなとこ、なんか、いや PV めっちゃいいっすね、あれ海ってカチューシャ、なんかあのタオちゃんとかなんか泣きそうなんだよ、なんかイントロがいいっす。うん、なんか流行り終わってから聴いてるからさ、みんなもう30歳とかなってんだよ。うん、それでなんかそのなんか頑張ってた時期、なんか昔の、うん、ホームビデオ見てる感覚っていうか、なんかこの子らもう青春やったんやなみたいな、なんか泣きそうになる。いや、いいね。それで多分乃木坂も一回、あ、欅坂とかもやっぱいいっすね。ああ、欅坂ね、曲とか結構いいなと思いましたよ。うん、あとはまあやっぱ竹原ピストルとか聞いちゃうな。あ、聞く時期ある。モロハとかね。うん、はい、そこも通ります。と、まあウルフルズとか。ああ、ウルフルズね。ウルフルズもなんか一時、うん、全部聞く時期あるような。あるある。一回全部あれ絶対ミックスリストで全部聞く時期あるような、はい、なんか。じゃブルーハーツとかもそうです。ああ、確かに。そういう、あとあれあれ今出てたのに、あ、ボーイや。ああ、ボーイ、ボーイ、ね、聞く時期あったんです。ボーイのあのイラストみたいな。ガラスの中のマリオネット。ああ、そうか。鏡の中のマリオネット。なんか、なんか、なんか、PV。いや、すごい。白黒の。ライブとか昔の、めっちゃかっこいいっす、ヒムロック。
吉田拓郎とかも、いい結構、まあ、父親がめちゃくちゃ好きやから、まあ、私は今日まで生きていきました。そう、やっぱあの M1 のミルクボーイさんのアナザーストーリーの流星がめっちゃ良かったからな。 あそんなんあったっけ。女の人がカバーしてんねん。あー、カバーやったんやで。あ、めっちゃ良かったな。いや、いっぱいあるぞ。意外とあるな、音楽全然聴いてないと思ってたけど。エグザイル三代目とか、まった時期ももちろんありましたし。あ、でも俺一時キャリーパミパミにめっちゃハマった時期あった。わかる。うん、は全部聴くですね、うん、あれも全部聴いた。マジでインジャリバンバーとかフリーソデーションとかめっちゃ好きだった。あとキャンディーとかめっちゃ好きなんですよ。あー、いいね。キャンディー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 、あれめっちゃ可愛い。うん、なんか全部聴きたくなる。そうなったら水曜日のカンパネラとかも一回聴いたりするんですよ。あー、なるほどね。うん、そこら辺ね。確かに。うわー、いいなー。音楽意外とし、まあそのね、マイナーって言ったらあれですけど、うん、やっぱ大体は知ってますね。マイナーはそんな知らない。それで言ったらマイナーで好きって言ったら、うん、ハヌマーンっていうバンドがおって、おー、それこそ大学の時にもう全然知らん曲ばっかり聴こうと思って、おー、まあ、YouTube で、はいはい、ま、そう一瞬あるんですよ。全く知らん曲ばっかり聴いて、ハヌマーンめちゃくちゃかっこええやんけと思って、結構好きでいろんな曲聴いてて、じゃあそれこそ NSC 入ってなんか純吉猪鹿町のなんか変なプロフィールのとこに、なんかハヌマーンが好きですって書いてあって、でそれしか書いてなかったんや。いや、あのハヌマーンかなと思って、で喋りかけた、そうやってちょっと仲良くなったみたいな、今はバズマザーズっていうバンドになってて、それのなキャバレークラブギミックとかめっちゃ好きやねんな。全然知らんな。バーガーナッツとかな。でもそれこそツタヤとかで全く知らんし、10枚で安いとかあるやん、1000円とか、はいはい、そのもう1個も知らんやつばっかり借りようとかで、あ、いいっすねそれ。 それやって1個あったんがラッドウィンプスやった時だったの。それで売れた時びっくりしたもんな。あれあれやんけ、ね、って。そう。すげえ。まあ。それ熱いっすね。それあ、認めてくれるみたいな。熱いっすよ。いや、そうね。どうなんやろな。まだ全然出せてないんですよ。もっと聞いてるんですよ。一時期こう。一時期。まあジャニーズとかもこうハマる時期ありますね。ああ、 TOKIO とか。ああ、 TOKIO ね。リリックとかめっちゃいいっすもんね。ああ、それこそ泣くな原ちゃんかなんか、空船なとかめっちゃ、それこそ中島みゆきも全部聞いた。中島みゆきだ。はい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 。ファイトとか永遠の嘘をついてくれとかね。うん、あれは吉田拓郎のやつやけど。あとシーモーとかも俺ハマってます。シーモネーター、シーモネーターね。ルパンザファイヤー。また会いましょう。また会いましょう。マジで好きやわ、イントロから。と俺陸上部やって、うん、隣の部室がラグビー部やって、そいつらの部室で一生かかってた、うん、あれケンユーのどこ、ね、それ DOKO でどこ、どこどこ目のやり場もないデレ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 みたいな。聞いたことない。それを一生聞いて頭おかしくなってんけど。でもなんかたまに聞きたくなるんだよな。だそれが思い出を読み起こす曲になってるんですね。まあ確かに、麻雀する時とか一生かかってたからな。もう聞くるぐらいリピートで聞かされてあるわ。それで言ったら俺矢沢永吉さん、うん、高校のサッカー部の、うん、あの監督がマイクロバス遠征行くとき一生流してたんですよ、うん、もうだから結構好きになっちゃってる。ああ、好きだったよ。まず遠征じゃあ出発するぞってなって、1曲目絶対黒く塗りつぶすんですよ。自分の趣味やな。子供に A ちゃん聞かせて高校で全員覚えてたあれ昔、うん、で俺がその最後の高校サッカー部のお別れ会で、うん、歌うことになって、うん、黒く塗りつぶせを、うん、めっちゃおもろいやつ一緒に歌って大爆笑みたいな。めっちゃおもろいやつ、めっちゃおもろいやつ一緒に。それで言ったらその家の車にさ、うん、そのだから俺がほんまちっちゃい時、うん、カセットテープとか入ってて、でもそのあ全く更新されへんねん、それが。
はい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 、ずっとその時そう、もうそれ、まあでも多分子供やったら1年が長いからそればっか聞いてたようなイメージなんやろうけど、はい、多分1年ぐらいなんかもしれんけど、それでドリカムの多分アルバムやねんか、うん、でなんか、まあ、未来予想図とかも多分入ってねんけどそれなんか全然知らん、なんかモンキーガールはちょっと喋る曲みたいになってそれがなんかめっちゃ嫌いでさまたこれまたこのなんか喋る、わかるわ、しかもめっちゃ長いその曲、10分ぐらいこの曲いつ終わんねんみたいな飛ばしてって言わんかったんですか。いやもうなんかもうそんなん言う感じでもないっていうか、わざわざだからもうドリカム嫌いやったもんな俺最初今は別に好きやけど、なんかそのめっちゃわかるわ、しかも有名アーティストっていう概念もないから、なんかもう変な歌歌う人って思ったからちょっと出からってあ、こんな売れてるアーティストがないって初めて知ったから、あれはずっと同じ CD、MD やから、うん、もう覚えてもうってもう飽きてまうやつね、うん、その中でもクリス・ハートのアルバムは、うん、アルバム意外と飽きずにああそうなんや、うん、昔はもうアルバム全部撮って聴いてたからやっぱ次の曲何とか覚えてたもんな。わかる、そうなんか言えって言われたらわからんねんけど、はい、聴き終わったらあ次あの曲やなってわかるよ、うんうん、もうそんな経験マジでしてない、アルバム単位でマジで曲聴いてないからな。ちょっとね音楽の話意外とできるんだねお前がちょっと喋りたなって、はい、後半伸ばしてたよ、楽しなってもうてすいません、まあね全然その細部まで行くとあんま詳しくなかったですよ、ね、そのやっぱその風潮があるよな最近、好きって言ったらあじゃああの曲はとか言われたらもう、そうそうそう、何も知らんから、俺はもう知らないすまねもうベタなところばっかり聞いたり、そう昔サザンに本命ハマってる時はそれのに耐えれるほどの強度あったけど、はい、俺全部知ってたから、でももう、そ, の、ね、そのレベルで知ってるアーティストもおらんな、そう好きとか言い出したらもう SNS とかも全部いって YouTube 載ってるやつ全部見たりしないといけないみたいなのあるけど、うん、もう好きは好きでいいじゃないですかいいじゃないですか、皆さんもね、はい、自分が好きな音楽を好きなように聴いてください、ええ、ありがとうございました、ありがとうございました